まあ、状況、まあ、相手の状態で相手の嫌がること、そういうものをまあ総合的に判断して攻めてくるのがうまい。だからね、外野の守備位置とかさ、よくほら内野手コーチとか外野手コーチここで動かすじゃない、でこうやって動かすの外野コーチが。でもノムさんは外野のコーチの指示をほらこっちのさ今のデータで出すじゃない。で古田さんはやっぱこう自分で配球によって考えるから、キャッチャーの指示、古田さんの指示優先だから、だから外野のコーチはこうやって許しても古田さんこっち動かしたらそっちが優先。絶対そうだよでもそね。れは理にかなってるよね。そう、バッティングももちろんすごい。すごかった。古田さんって読み打ちがめちゃくちゃうまくて、うまいね。もう自分が読んだ球はかなり高い確率でそうそう、ヒットにする。古田さんね、バットね、3、4本持ってて、でピッチャーによって長いバット短いバット使い分けてた。あ、そこまで考えてやってんだなと思った時もあった。